はい、皆さんどうも、コミフンユキです。今日は、エルグランド、はい、なります。前期ですけれども、ボーズのウーハーですね。ウーハーとアンプがで、これを、まあ、この車はタイヤ、スペアタイヤというのがついておりませんので、こう下をめくってもらうと、一応これ多分工具入れみたいな感じになってるんですけど、私ちょっと今物を出してしまっちゃってるので、工具入れとしては今使っておりません。でこれ取ってもらうと、発泡を取ってもらうと、見てください、ボーズの多分これがウーハーになります。でこっちがアンプになります。取れます、取れるけど外せるんでしょうか。ちょっと、まあ、外せるのかもやってみたいと思います。お、外れそうですね。うまくいけば、あ、で、コネクターが刺さってますね。コネクターを取ればすっぽり抜けてきそうな気がします。はい、ですね、コネクターがね、硬くて取れなくて、上にプラスドライバーで10個ほど、8つですね、ドライバープラスドライバー外してみました。で、ウーハーがちょっと大きめのついてるのかなと思ったんですけど、ダダン、ちっちゃいですね。10センチぐらいでしょうか。これが多分後ろのウーハーだと思います。ただやっぱりやっぱり車用なのか、ウーハーなんで、やっぱりエッジがやっぱ硬く作られておりますね。ではですね、せっかくこのウーハーもカバー外してみたので、ではですね、これちょっとウーハーの音をね、どんだけ重たい音をしてるのかっていう動画ね、撮りたいなと思います。では早速撮っていきたいと思います。はい、ということでどうでしたでしょうか。うん、やっぱりね、低音素晴らしい。うん、多分ね10センチぐらいだと思うんですけど、サイズがね。で、あんだけ、まあ、ちゃんとボックスにはなってますので、やっぱり低音の響きもちゃんとしっかりしてる。で、やっぱ BOSE は基本やっぱり低音重視っていうこともありますので、で、アンプも、まあ、もちろん BOSE 使用してます。BOSE と BOSE の相性、まあそれはもう抜群なので、BOSE とアンプだけ他社となるとやっぱり落ちてしまうんですけど、はい、今日はですね、BOSE の、まあ、エルグランドのね、 BOSE、後ろのね、サブウーハー、ウーハーはどういう、どれぐらいのサイズでどれぐらいの点を出るかっていう動画でした。またお会いしましょう。